心に反逆の炎を灯した者がまた一人。アルカナは神官、公正さと慈悲深さを合わせ持ち、法の遵守と信念を貫く強き思いの象徴。あなたたちとの出会いが彼を鎖から解き放ったのです。やはりあなたには人の誠の心を呼び覚ます類まれな力があるのですね。そういうつつましさが皆に慕われる理由の一つでしょうか。さて、お越しいただいたのは新たな処刑の準備ができたことを伝えるため。それはペルソナ自身の強化。新たなペルソナを生み出すのではなく、手持ちのペルソナを選んで強化できます。この力を使い、罪なき少女をどうか救ってください。千吉、もう大丈夫なのか？ああ、伊達に公安やってねえ。少し休めばこの程度の疲労は回復できる。改めて頼むぜ、怪盗団。茜を救うために力を貸してくれ。さあ、やるわよ。よし。待ってろよ茜、すぐに行くからな。この先何が待ってるかわからん。落ち着いていけよウルフ。茜ちゃんを救えるのはあなただけ。だからこそ慌てずにねウルフ。おう、コードネームか。いざ呼ばれるとむずまゆいぜ。おい、みんな、鳥居を通るときは中央を避けろ。マナー違反。あ、そういうのを聞いたことある。他にも何かあるの？そうだな、丁寧にやるなら鳥居をくぐる前に一礼するのが望ましい。いやいや、ここいくつあると思ってんだよ。日が暮れるわ。実はもう夜なんだな、これが。おい、くっちゃべってねえで先進むぞ。茜が待ってるんだ。これは狐か。この奥道が続いてるみたいだけど、これじゃ通れないな。急がば回れってやつか。仕方ねえ、他から調べようぜ。ここ行き止まりみたい。あれ、あの狐の像どっかで見なかった？道を塞いでいた2体の狐と同じ形だな。ここには1体しかないようだ。こいつは何かある。ちょっと調べてみねえか。へえ、それが刑事の勘というやつか。俺は刑事じゃねえ、公安だ。Hmph!
やるな。行くぞ。ジョーカーの追撃がヒット。私は任せな。うん。見てろ。早くだ。我が決意の証。俺も出場だ。ジョーカーの追い打ちが決まった。この後はバトンタッチだ。来い。ジョーカー気力少なくなってる。ヒット。決めてしまえ。超敵撃破、さすがだな。よし。おお、すごそうな技だな。狐の目が光っているぞ。ちいや、俺じゃない、あっちだ。確かに光ってるな。何か意味があるのか。こいつが道を塞いでた像と同じなら、あっちにも変化が起きてんじゃねえか。おっさん、推理とかできんだな。刑事ドラマとか出れんじゃね。俺は現役の警官だっつうの。とにかく一度引き返そうか。それで2体の狐も確認しましょう。あ、本当にさっきと変わってる。目が光ってるね。でも片方の狐だけみたい。ってことはこれと同じ像をもう一体探す必要がありそうだな。両方の狐を光らせれば道が開くってことか。オーケー、善吉の勘信じる。あった！お稲荷発見！言っておくが、狐はお稲荷さんではなく稲荷大名人の眷属で。はいはい、さっきの流れだとシャドウを倒したら光ったわよね。言ってるうちにおいでなすったぜ。さっさと倒して先に進むぞ。了解、速攻で片付けよう。ありがとう。ローナの追い打ちが決まった。当然だ。やつは俺がやる。敵の攻撃が来る。みんな手前で。行くぞ。奪え。ナイスジョーカー、弱点ヒット。頼りにしてるぞ。ジョーカーの追撃がヒット。シェイハー、行くぞ。ヘリソロ、俺も続くぜ。今だ。さあ、せ、みゃ。弱い相手だが銃撃に弱い。終末と行こうぜ。さや、終わりだ。さあ、は、行くぞ。撃ち抜き。下がれて。いいぞ、スキンヒット。すごいな、ジョーカー。凍ってる敵もいるな。灼熱なら大ダメージ狙えるぞ。やつは俺がやる。ジョーカーの追撃がヒット。このまま行こうぜ。追撃するぞ。何払え。終わりにしようぜ。これが最後だ。決まったな。ウルフ、強敵を撃破。お見事だ。目が光ったな。よかった。じゃあ戻ろうか。これで先に進めるといいね。どちらの像にも変化が起きたわね。あら、しゃあ開いた。よし、奥へ進むぞ。ウルフ、アカネがいるのはこの先だ。これは私の勘。 AI の勘を信じるってのも変な話だが、俺の勘もこの先だって言ってるぜ。待ってろ。
かね。あかねちゃん、待ってたよ、偽物さんたち。それとあんたもここであなたたちを成敗する。そしてお母さんを殺した奴を裁くんだ。聞け、あかね。俺はもう逃げねえ。お前の母親を殺した悪党は俺が捕まえる。葵の名にかけて誓う。だから元に戻ってくれ、あかね。そんな言葉今さら信じられるわけない。大人はみんな嘘ばっかり。悪い奴がいたって見て見ぬふり。でも怪盗団は違った。そんな嘘を全部壊してくれた。なのに、あかねちゃん聞いて。あなただって気づいていたでしょ。お母さんのことで善吉さんも苦しんでいたこと。どうしようもない中で善吉さんも耐えていたことを。だけど受け入れられなかった。お母さんを失った痛みに耐えられなくて。違う、私は。でも違うのよ、あかねちゃん。悪いのはあなたのお父さんじゃない。お母さんを死に追いやった犯人よ。あなたの悲しみと苦しみは計り知れない。だけどお父さんのことを受け止めてあげて。何よ。いなくなってしまったらもう二度と伝えられないの。あの時言っておけばよかったって後悔しないように。逃げずに向き合うことが大切なの。私がみんなに教わったように。黙れ黙れ黙れ。怪盗団はそんなこと言わない。怪盗団は私の味方なんだから。本当の怪盗団は私を苦しめない。本当の怪盗団は私の味方。みんな気をつけて。おい、あれはまさかジョーカー。どうなってるの。お願い、偽物を改心させて。私の怪盗団。私たちとそっくりだ。これは茜の認知が生み出した我が輩たち怪盗団。認知だと？一体どういう。要は俺らの偽物だ。とにかくこいつら倒せば問題ねえ。なるほどな、わかりやすい。待ってろ茜、今お前を助け出す。よく聞け。オーケー、任せろ。頑張って、私の怪盗団。偽物なんてやっつけちゃって。ジョーカー負けるな。本物の力見せてやれ。攻撃チャンス今だ。ぶっ飛ばせ。ここだ。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。無駄だ。はっ、うまいぞジョーカー。ナイス。さすがは怪盗団のリーダーだ。プリンシパルボスマンミトラス、くらえ。炎上してる敵がいる。やめてよ。私の怪盗団に何するの。聞いてるみたいだぞ。そのまま攻めろジョーカー。クソだ。さあこいつら、俺らの真似ばっかしやがった。うん、見た目だけは一丁前だが我が輩には遠く及ばないぜ。いい動きについてくるか。自分と同じ攻撃してくるってめちゃくちゃ戦いにくいんですけど。今までの一番手強い相手かも。みんな気をつけて。
覚まさせないと。決めろジョーカー。くらえ。おっすっげえな。おお一歩目。みんな間違ってる。私が正義を貫かなきゃ。そこまでお前を追い詰めちまったんだな。悪かった、アカネ。もう逃げねえから。頼む。目を覚ましてくれ。偽物なんかに負け。姿形は似ていても、中身はまがいもの。俺たちに勝てる道理もない。本物の怪盗団にはな。嘘、そんなはずない。私の怪盗団が負けるなんて。あなたたちは本物？本物のジョーカー。そうだぞ、私たちが怪盗団だ。私たちを信じて、アカネちゃん。そしてお父さんを。悪党なんかに私たちは絶対に負けない。必ず貫いてみせるわ、私たちの道を。みんな聞いてくれ、アカネ。お前の言う通り、俺は最低のクソ親父だ。葵の仇を取ることもできず、警察としての務めも果たさず、お前と向き合うこともしなかった。俺は怖かった、お前まで失うのが。だから正義を捨てた。葵の仇を取るのを諦めて、いつか時が来る。そんな言葉で自分をごまかして、間違っていたのは俺だ。だがもう違う。葵を、お前を踏みにじった奴らを必ずこの手で捕まえる。その勇気を俺にくれ、茜。本当に？本当に？悪い奴を捕まえてくれる？お前のお母さんに誓う約束だよ。許ったら今度こそ許さない。大丈夫だ、俺を信じろ、茜。信じる、信じるよ。これでいいんだ。あかねちゃん、あかねちゃんのシャドウはね、本人のところに帰ったんだよ。
茜ちゃんが元に戻ってくれた証。よかったね、ウルフ。お前ら、それを早く。魂の絶叫だったな。俺の心も震えたぞ。私もちょっと泣いちゃった。ちゃかすんじゃねえよ。いい親父してたぜ、おっさん。ウルフ、かっこいいぞ。それだけじゃない。アカネちゃんを守るために必死で頑張ってきたのね。よせよ、そんな立派な人間じゃねえ。照れてんのか。だがもう我慢する必要はない。悪党ども相手に一暴れしてやれ。我が輩たちと一緒にな。まさか怪盗に諭される日が来るなんてな。ああ、そうさせてもらう。茜に約束したからな。この江戸を和田、奴らを逮捕して事件を終わらせる。おや！ってその前に、茜は現実じゃどうなってんだ。私たちは茜ちゃんが誘拐されたって聞いてここに来たから。本当は誘拐されてないのかもしれない。一度自宅を確認してみた方がいいわ。ああ、ひとまずここから脱出しよう。大丈夫か？どっか痛いとこはねえか？なんかその大丈夫だよ。そうか。私いつ寝たんだっけ。そういやあっちの記憶はないんだったな。あっち？ああ、どっから話したもんだか。ゆっくり行くとしよう。話したいことがたくさんある。聞いてくれるか、茜。茜ちゃんが無事で本当によかった。さすがの我が輩も今回ばかりはヒヤヒヤしたぜ。でもなんで茜ちゃんがキングに。茜ちゃん自身にも目的があったみたいだけど、それでキングになっちゃうもの？茜の場合、我が輩たちを捕まえるためにキングにされたのは間違いない。おそらくそれを実行したのはこの絵だろうな。独断だったか大和田の指示だったかはわからないが、アリスや夏目たちもこの絵がキングにしたのかな。そうだろうが、茜とは違う理由だろうな。それが何なのかは分からんが、人の心をもてあそんで許せない。あのヒゲ野郎、絶対とっちめて。言ったか、ここはまだバレてないみたいだな。
なんとかしないと、ここから動けないね。新島さえって人から電話だ。え、お姉ちゃんから？もしもし、久しぶりね。覚えてるかしら、私よ、新島さえ。ありがとう。まったく、また無茶をしてるみたいね。そこにみんないる？スピーカーにしてくれるかしら。みんな無事でよかった。お姉ちゃん、ありがとう。助けてくれるって信じてた。高くつくわよ、依頼料。マジで助かったぜ。おっさん出れなきゃ終わってたからな。超絶美人で仕事もできる、これもう無敵のスーパー弁護士だろ。おだてても何も出ないわよ。それに私だけの力ではなかったから。それよりいいニュースがあるわ。怪盗団に出された逮捕状は無効。しばらく警察は動けない。え、どうして？逮捕状に裁判官の押印がなかったの。提出された証拠もデタラメ。あなたたちを逮捕するためになりふり構わなかったようね。さらには長谷川警部補への違法な取り調べ。警察には公安委員会の手が入ったわ。今府警は不正を隠そうとして必死。あなたたちに目を向けている余裕はない。何かあればすぐ連絡する。あなたたちはその間に状況を打開して。その言葉は事件が解決するまで取っておいて。お姉ちゃん、本当にありがとう。気をつけてね、誠。じゃあ私はやることがあるから、また会えるのを楽しみにしているわ。嬉しいものだな。俺たちを支えてくれる人がいる。うん、そういう人たちのためにも頑張らないとね。じゃあこれからどうするかだよな。この絵が実行犯なら、ヤスさえ改心させれば一連の改心事件も収束する可能性が高い。私たちの濡れ衣も一気に晴らせる。ええ、おそらく所長の殺害容疑もね。けど問題はジェイルに入るキーワードだよね。相手は想像以上にこちらのことを知っている。もう善吉の言っていた手も使えないだろうな。それに私たちのことを知っているなら、この絵もキーワードの重要性に気づいてるはず。改心されないようにうかつにキーワードを漏らしたりはしないでしょうね。結局そこかよ。どうすっかな。この絵から疑われずにキーワードを聞き出せる人物がいればいいのか。心当たりがあるのか。一ノ瀬久遠がいる。そうか、一ノ瀬さんはエマの開発者だし、大学の講演の時にもこの絵との接点があった。一ノ瀬さんならこの絵社長のキーワードをさりげなく聞き出せるかも。いけるかもしれねえな。グッジョブだ、ソフィア。朝飯前ってやつだ。早速連絡してみてくれ。もしもーし。やあやあ、どうやら無事みたいだね。よかったよかった。そりゃあ君からのコールだからね。また面白い話が聞けるかとワクワクしちゃうよ。それで何かあったの？というか沖縄はどうだったんだい？あ、そっか、一ノ瀬さんに沖縄のこと話してなかったよね。そうね、これまでのことも含めて話しておきましょう。おお、みんな一緒みたいだね。聞かせて聞かせて。なるほどなるほど。相変わらず君たちすごい目に遭ってるね。ちょ、笑い事じゃねえよ。
と、ここはそうじゃなかったか。だいたい事情は飲み込めたよ。この絵さんの友達キーワードを知りたいんだよね。ええ、なんとか聞き出せませんか。いや、聞き出すっていうか、キーワードならこの前もらったよ。は？どういうことだ。ほら、君たちが講演会を見に来た日、関係者の懇親会があったんだけど、そこでこの絵さんに会ってさ、キーワード入りの名刺もらったんだよね。あれ、どこ行ったっけ。確かあの辺に置いたと思うんだけど。探してくれ。今すぐ超特急で頼む。おお、わかったよ。確かこの辺りに。相変わらずぶっ飛んだ人だね。っていうか明日までってどんだけ部屋散らかってるんだろう。だがこれでキーワードが手に入れば。うん、このエアキラのジェイルに入れる。任せて大丈夫なのかよ。不安だけど今は信じるしかないわね。ああ、我が輩たちはジェイル攻略の準備を進めておこう。明日、善吉と合流して大阪に向かうぜ。